はい、皆さんこんにちは。来ました来ました、エッジのコパイロット。今まではビングチャットとか言っていたやつですね。これが先月ぐらいにコパイロットという名前に統一化されました。それのプラグインですね。右側見てください。その AI です。いわゆる音楽を作る、これがですねできました。下の方にもボタンがあります。僕は早速やってみましたので、ちょっと先はやってみたやつをご覧ください。はい、ここに青い枠がありますね。その AI で春の雪をテーマに曲を作ってくださいと言いましたら、このように今回はバースだけ作ってですね、そして J-POP、ポップロック、エモーショナルというふうな形で作りました。ただしですね、これずーっとこういうふうにスクロールするんですね。そしてこんにちは、ビングです。その AI で春の雪をテーマにした曲を作るのは面白いアイデアですね。その AI は私の内部ツールの一つで、要々なジャンルやトピックの曲を作ることができます。ただし、曲を作るには時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。曲ができたらこちらでお知らせします。ずーっと待ってたんです。5分ぐらいは待ってた。その間に、これはその AI の方に行くのかなとか思って、このその AI の方の画面で確認してたんですが、春の雪というような楽曲はどこにも出てこないんですね。そして待ってたらですね、はい、ここにこんなちょっと大きめのアイコンができてですね、ここに曲ができたんです。ちょっと聞いていただきましょう。はい、気持ちになるぐらいしか歌いませんでした。まだこの連携というのがあまりうまくいってない、そんな感じがしますが、まあもう一度やってみましょうね。新しいトピックからやりましょう。こうしましたら、よりバランスよくとか創造的に、より厳密にとかいうふうになりますので、より創造的にというのを押しておきましょう。そこで、すので春の雲をテーマに歌詞を書いて、そして J-POP で女性ボーカルで歌ってください。これで送ってみましょう。この右側のすの、これにですね、上でプラグインを選んで、そしてここのチェックを入れておく。これをオンにしておかないと聞きませんので、確認をしっかりしてください。使用中、スノというのが出てきましたね。はい、このようにバースとコーラス、これで書いてくれました。女性ボーカルで歌った音声ファイルはすぐにお届けします。楽しみにしていてくださいね、ということになります。ここで皆さんも僕と同じ失敗をしないでください。この上の方をちょっと見ておいてください。今は何もないんですが、出来上がったらアイコンが登場してきます。待ち遠しいですね。早く来い来いお正月。でも来ないな。早く来い来い早く来い来い早く来い。お、もう来てるんだ。また先ほどと同じようなミスをしてしまいました。皆さんにはショートカットでお見せしましたが、この間2分以上待っていましたら、こんな感じですぐに出てきました。聞いてみましょう。ようわからんなぁ。はい、こんな感じです。ちょっともう一度チャレンジしましょう。新しいトピック、ここからいきましょう。今度は厳密に、
これでやってみましょう。スノで夏のサーフィンをテーマに爽やかな曲を作って、今度は男性で。これで送ってみましょう。今度は見逃さないぞ。はい、歌詞はこういう風に作ってくれます。これを下を見てないでここを見てたらいいんですよね。海辺のサーファーっていうのですね。ここを見てたら見逃さない。まだかまだかまだか、もうじき出てこいよ。あ、出てきた。やっぱり願いは叶いますね。じゃあ聞いてみましょう。59秒の曲です。イントロ長いぞ。はい、なんかコーラスの一部分をふやふやふやとそんな感じにしたようです。まあこんな風にできる。でもこれするんだったら別にスノの方に行ってですね、ここでいつも皆さんに解説をさせていただいているようにカスタムモードで歌詞を僕の開発したソフトでですねぴゃぴゃっと出してもらって、ここに貼り付けてもらう方がなんぼええねんって感じです。でもそれはあるんですけれども、このマイクロソフトコパイロット、これの機能の一部分のようにするぐらい、マイクロソフトもこれは音楽の革命だというふうに感じてプラグイン化したということだと思います。ですから出来栄えとか、そしてスノの本サイトでやるのとの違いとか、いろいろまああるんですけれども、標準のブラウザーの機能の一部分としてできるようになったということには僕は未来を感じます。コパイロットも今後これ以上に便利にスノ AI とつながるようにプログラムを改良していくかもわかりません。期待しましょう。ということで今日はコパイロットに搭載されたスノ AI の音楽ソフト、これとの連携を見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。またねー。